さあ、ヒッピー顔が、フェイト、ニッピー顔が、SDK。さあ、SDK から帰りたいんだけど、という言葉が出て。さあ、あ、ヒッピーが座りますな、フェイトかい。ちなみに。さあ、今日はちょっとみんな緊張からかコンボ落としている。普段ミスらんやろってコンボ落としてる普段。さあ、1P がフェイトかい。2P 側が SDK ベイン、ステッツベイン。バーサス、ランかい。さあ、こうなると。後方も残さない。さあ、ベインステージで。ワン、ゴー。まずは開幕手だれぶっ込むのはフェイト回立ち当たったんだが崩しにはならずしっかり移動に刺してワンコンボ決めるのはフェイト回コパンで暴れて投げが入って移動これはビジョンで逃げるさあビジョンが強いこれは当たらないさあお互いに噛み合った緊張からが噛み合うたしっかりガードしている CK 見えているよさあ手だりが鋭いがこれはコンボにならず5番からハゼロリフィールドミサイルからカマさあダブルエリアル失敗がしかしダメージさあダッシュから 2A これが強いんですカイちゃん無駄だ投げ入ってエリアル決めて1本取るのはフェイトかいさあゲージはステップペインさあしかもゲージさせているリフューザルミサイルからセーダー CD 進行しで拾っていいダメージこのゲージがしっかりしているさあガードから一撃ここに振ってしまうがリフューザルもちろんミサイルセーダー CD マイジャン CD からこれは奥でもどうするさあ一回西で暴れる無駄だこれはデミだかっこいいダルしかし拾えない惜しいがしかしかぶれているこれはカウンターだエリアルからまだゲージ吐かないしかし虫の息ジャンエさせて勝ったのはフェイトかい続きまして恋するよ包むバズの DB よすめさんツーピー側、ツーピー側座るのはこいつよ、すすめ。一ピー側が BB、さあ。さあ、戦争か戦争かこれ。さあ、皆さん、BB さんの服に注目していただきたいんですが。影響できるんか倒っていくさあもはや荒れる要素しかしないがお互い実力は折り紙付きさあお互い煽っていくさあしかしこの2人は紛れもない実力者さあしかし荒れるのは必至1P が BB の MG 2P がヨスメサーベラスさあラグナカラーの BB あ BB じゃねえさあラグナと K ダッシュが倒すことで遊んでいるよ即答さあ置き攻めは見えないこれは即答ループ入るよスムーズに勝つしかしいいダメージだゲージ回収率もいいよさあ開幕半分減っているのはヨスクメ側さあ角はないガンガン振っていくよこれはおっとコモミスしかしいいダメージだリードしているのは MG、BB 回、BBMG さあペースを握っている BB なかなか捕まえられないヨスクメどうする投げは呼びているさあ耐えているぞさあ間もなくここで捕まえてワンコンボ下段はしっかり見ているこれはゲージを吐いていく拾ってこれはうまい2本入るしっかり殺していく1本取るのは BBMG さあちゃんと披露しているしかし
よしめがゲージが間もなく3本になりそうだ。さあロストーム特定上体力は出るよ。さあ開幕始まってるな。さあペースを掴んでるな。よしずめ前転で返してジャンディで落としていく。さあこのジャンディが強い。さあこれは対空からレッツダンス。これはおっと緊張からか。レッツダンス難しい。ヘイヘイヘイ。さあ体力5幅リードはおすすめサーブラスだが一本刺されば MG もいい火力が出るよ。これはいい補正切り。ギャラリーからおーっと声が漏れる。宝山光でこれはこれはいったこれはどうする。安定ルートもちろん拾えます。いいダメージだがどうする。吉野がゲージが1本リードしているのは BB 見ている。これは見ている。ロマウラ滑ってゴー見ている。これは滑ってゴー荒らしていく。さあ最終ラウンド、さあ戦争か。さあ、さあ第1ラウンド第2ラウンドはかなりお互いいい動きをしてました。しかし先ほどの4つ目の動き、これは完全に戦争だ。さあこれは繋がらない。ガードしていないぞこの男。見ている、しっかり見ている。さあ戦争が始まるか。これは起きてる。これはおそらくアローとシャルイがどちらもいける両対応ですね。これはうまい。どうするお前ら見えない。スライサーから西勝ったのは4つ目、続きましてミネタニコ。さあ 1P がスワルはミネセリア、 2P 側がカミコとタニコ。どうした。さあタニコ最近はもう VIP でずっとそれもしている。さあいきなり持ってしまった疑惑だが、むしろお前それもしてねえのかよっていう疑惑の方が出てくるんですが、週1でそれも、でも僕も一応週1でやってるしみたいな。さあそんなこと言いながら始まります。 1P がミニセリア、 2P がタニコエルメス。フェーズ1、さあ開幕。お互い距離を詰める。将来巻いていくのはタニコ側。そこね、将来カウンター。さあ リズムを作っているのは谷子側。しかし追い詰められているのは谷子。しかしエルメスは問題ない。エルメスは牢上できますからね。さあここでお互い芸者のいる噴射で月をこじ開けていくのだが、さあミサイルがもうない。エリアル失敗、 EX が出ない。ダウンを奪って、これはめんどくせえ。繋がってない。緊張からか。お互い緊張から繋がってない。さあ谷子エルメスはゲージをガンガン吐いていく立ち回り。これほど EX 力場が強い。さあこの後どうするか。さあまだ分からないよ。さあ体力リードは谷子だが、セリアの体力ならエルメスは一瞬で溶ける。これはまだコンボ、まだダメージにならない。投票は潰れた。これはどうする。発動ブーストウィング、シリシリ恐竜からレイン一本取るのはミニセリア。セリアの勝ちだね。さあ一本取ったのはミニセリアだが、しかしタニコ、タニコは一ラウンド目遊ぶ。将来を払っていく、追い払っていく。さあここ立ち拾って、失礼どいて。さあ下段が見えないか。漏れたー。どうする。ブースト
よっしゃ、これどうする、最大かな。さあ、下がれないが死ぬな、これは。ブーストウィング、勝ったのはサンコス、ミニセリア、おめでとうございます。続きまして A ブロック、ナンポンバーサスブラック A ブロックの準決勝ですね。 A ブロック準決勝、ナンポンバーサスブラック A ブロック準決勝。ナンポン福岡でクティーナにしてやられたから、もうクティーナさんが監督でいいでしょう。さあ近づくのが辛い、近づくのが辛いナンブラボーなんですが、いくらなんでもちょっと走行薄すぎじゃねっていうクティーナはかなり事故るとそのまま終わってしまう、この組み合わせ。さあお互い、さあいきなりぶっ込んだ。よくそう巻いていく、あっさあしっかり挑戦させてカウンター、しかし体力をゲージに変換していけるブラボーなら、ちょっとのリードはブラボーにはほぼ無意味。どうする、しっかりガードして、よくそ通して両サイド崩れていく。さあ なんだ、ノジアじゃねえぞこれ、大サイドの一応。さあクティーラジャンシーが強いですね、かなりこのジャンシーが判定発生等に早いので、空中戦はいくらブラボーというとやりにくい。しかしブラボーにはもう間もなくゲージが3本溜まる、この体力差なら十分ひっくり返せるよ。さあどうする、昇竜から拾ってどうするか、これはゲージは吐かない。さあ城塞モード、どうする、これは1本取るのはブラックティーだった、バトが速い。さあこの判定の塊の発射、ブラボーの手でこれカウンター、 EX シビアからヨクソゴースト巻いて、さあこれはどうする、何本かにゲージが 2.6 本。さあしっかり2で出していく、さあこれは入っていて、これはかなり苦しいぞ。ブラボーどうする、ぶっ込んで掴んだ、さあお互い追っていく、このホールマイク入ってんちゃうかな、これはピオラする、いやピオラない、これはどうする、女性斬りだ、このエリアがかなり減るよ、女性斬りピオって、これはまだ分からない、しっかり回っていく、まだ分からないよ。さあクティーラ側、さあクティーラ攻めないといけない、ジャンディー沿って1本取るのは、取り返すのはナンパンブラボー。さあ最終戦、ブラボーが蹴りがない、これは全然読み手出し ED から、さあしかしブラボー硬い、食卓で設置を潰していく、しっかり潰していく。さあクティーラさすがに、さあゲージを止めていく、お互いゲージを止めていく、ぐる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 回って、いやブラボーさん楽しそうだな、その回転よく漏れた、よくコース、さあもはやこれさあリードはクティーラ
これは中段で返している。さあもう食らわねえよと、もう何度もこうやって触るか。さあゲージを貯める何本、カウンターゲージがないので安いが、さああと33カウント。さあもはやもう何本かはゲージを貯めるしかない。しかしこれ近づけるのか、残り20カウント使って近づくしかない。これは済んだ。勝ったのはブラックティーラー、おめでとうございます。続きまして、GB クルイバースモールドフェイン。さあ1ピーが座るのが GB 類、2ピーがモールドフベイン。さあ1ピー側が GB 類、2ピー側がモールドフベイン。さあベイン、さあベイン類ですが、終わりたくなければ、さあハーステミックからの GB、 そしてこの中2からのモルフベイン。行け行け昇竜昇竜、この男昇竜しか打ってないぞ。さあ立ち去って思うら、これはしっかり全然回避。そこまで行け昇竜でゲージを貯めていく。 NC で差し合いして3段振りすぎたか、これは見えないがまだ大丈夫、ダメージにならない。よりより当たらず、これはこれは見えない。 EX から昇竜拾って、これはエリアラ失敗。さあ今日みんなコムショ多いね。昇竜昇竜、これはまあ GB がね、ゲージがまもなく3本になったのが投げ入って、投げから意味付き1本取るのはノルデイン。俺が貴様の運命受け入れろ。さあこれは貴様の運命だ。さあ時短がアドバイスしていく。さあしかし GB、これはさあさあトッププレイヤーってところか、ターゲットはいえしっかり見ている、吐いていく、決めるっちゃ当たらない、3段目で当たらない、そこしか勝っていく、せーのっとしかしたら無敵ない。さあモールド側静かにかくまっている、しっかり加算決めて EX 移動から EX 投了しない。さあジャンプが漏れてしまった。さあ前転昇竜昇竜ゲージを貯めていく。さあもはやこの昇竜の比率が多いぞ。これは発動から出ない、当たった当たった、勝ったのはモールドフレイン。これ出てないよね。続きまして、ジタンバスヘイト。勝つしかないでしょ、何本差が正座して。さあミネが、さあ峰さんがカイちゃんを倒すぞ。